どうも、こんばんにちは、プリムチです。どうも、こんばんにちは、ひなこでーす。どうも、こんばんにちは、サンデでーす。ということで、今回は荒野行動で隠れんぼやっていきたいと思いまーす。やったーということでね、隠れんぼやっていきましょうかね。まあ、今回のステージはデパートでございます。やったーショッピングするーじゃ、誰鬼やろっかな。鬼やりたい人。じゃ、ひなこがやる。じゃ、ひなこ鬼やる。もういいかい？まだだよ。車探そう。なんで？車で突っ込もうとすんなよ、お前。楽しみ、楽しみ。どこに隠れようかな。結構なんか小物とかいっぱいあるから、隠れやすくね。あ、俺も隠れる場所決まってんだ。早っ。早っ。どうしよっかな。こっち来ないでね。危な。でも本当に車乗ってるじゃん。ドライブすんじゃねえ。いや、バイクをね、探してるんだけど、見つからないんだよね。マジ、あの、怪盗ってか、泥棒のあの女キャラクターじゃん。いけるいける、マジサンダどこにいんの。落ちちゃった。サンダ屋上にいんのか。うん、違うよ。俺も屋上に行こう。来ないよ。屋上じゃねえ。牛でも育てるんか。あ、俺ここでいいや。もうここ最強な気がする。俺もうプッチ見つけたわ。どこにいんの。お前俺と同じこと考えてる。それ多分バレるよ。なんか俺勝手に進んでくんだけど。あ、俺来たよ。いいよいいよ。じゃあやるよ。待って、まだデパートいない。なんで、どこにいるんだお前は。おかしいだろ、いない方が。なんでいないの。お出かけしてた、ごめんね。オッケー、じゃあ行くぞ。じゃ、ひなこが鬼で制限時間10分。爆発したんだけど。よーい、スタート。探せ。これ見えないなぁ。あ、見つけた。え、誰。嘘。危ない、怖。何あいつ。痛い。どうしよう、屋上。あ、いた。誰あれ。はい、みーけ。ほら、言うたやん。ねえ、なんでそういうことするの。ほら、言うたやん。それ、さっき、ひなこ、俺がそこに隠れて、ひなこ、もろ分かってたもん。サンド30秒で見つかったよ。ここ、有名なんだよね。もう一回。いいよ。バイバイ。ひなこ、俺結構ね、分かりづらいとこ隠れたよ。これ、銃撃ってんの誰？今撃ってんの俺。屋上でしょ、でも君。いや、俺、屋上じゃねえよ。降りた？いや、普通に屋上じゃない、最初から。あ、煙煙しいわ。一切煙で見えないんだよね、俺。ひなこが。見えてるかもわかんない。じゃああっち側か。あ、ちょっと見え始めてきた。あ、ひなこいた。この辺のどこにいるんだ。いや、今でもね、マジでね、見つかりそうになったよ、さっき。さっきめっちゃ近かったよ。あ、いた。早すぎやろ、ハイストップ。え、待って、俺もこっから隠れさせてよ。じゃあいいよ、しょうがねえな。いや、もうダメ、もうだってまだ隠れてないのは違うよね。じゃあ一回タイマー止めるわ。じゃあで、俺とひなこで見つけに行こう。今何秒だった。今ね、1分30秒。余裕だ。隠れた。ちょっと待って、俺出れない、こっから。なんか知んないけど助けて出れなくなっちゃった。で、行くよ。じゃあ開始するよ。いいよ。よし、スタート。うん、意外とこういう場所がね、見つかりにくいんですよ、と。じゃあ私1個下見るね。じゃあ俺この上の階とここの階見るわ。うん、絶対に見つからない。見つかってはいけない。こいつ来たとこか。こいつ声聞こえてる？絶対にわかんねえぞ。声室じゃない。声室だな。多分声室だ。声室って何回？いろんなお店の中にある。オッケーオッケー。じゃあ声室入るか。こんな安直な場所に隠れるわけないじゃん。何言ってんだよ。バレないでしょ。ドローンとか飛ばしちゃおうっと。ほい。あれ？いや、室内だから飛ばないんじゃん。飛ばないわ。もう、もろバレてる、もろバレてる。何回？何回って言ったらわかるくね？いや、わかんないって言ったじゃん、今。結構絞られちゃうじゃん。それは二人で探してるんですから、それは言いませんよ。いや、一人で探してるよ。なんでだよって。今、二人で探したの見えたぞ、俺。見えたって言わなきゃいけないルール破ったー。マジじゃ、違う。はい、一ついいですか。だってすぐシュンってこういなくなっちゃったから、いや、でもそれでも見えたら見えたって言わなきゃいけません。はい、じゃあ何回か教えてもらいましょうか。2だ、2。2回か。バレるはずがない。見えたらちゃんと言うんだよ。あ、いた。じゃ、見えてる。ねえ、やめてよ。なんかさ、それ良くないわ。ひなこのタイムが、あ、すごいよ、ひなこ、5分ぴったり。おう、いや、1分半だったから、私、本当は。
なんかさ、電車、ね、電車通ってなかったっけこれさ。通ってる通ってる通ってる。さっき通ってた。バカポン。さっき通ってた。サンドがうるさい。マジでうるさい。黙れ、バカ。口閉じろ。早く死ね。デブ消えろ。めっちゃ悪口言われてるけど大丈夫。いいよ、後で殺しとくから。よし、じゃあここで隠れんぼやってこっか。じゃあ誰が鬼になりますか？プチプチー。しょうがねえな、じゃあ俺が鬼やってやるわ。この廃棄んとこだけね。これ少なくね？あ、あいつ、あいつ、カンニングしに小屋の中から。出てきた。あ、はい、アウト。もうアウトでーす。いいよー。よし、オッケー。私もいいよー。じゃあ制限時間10分でか見つけに行きますよ。スタート。見えた。見えた。いない。マジ？うん。全然見えない俺。どこ？あー、見えた一瞬。え、マジでいないじゃん。見えない。うん、探すのがお前の仕事だろうがよ。教えてくれたっていいじゃん。もうなんか煙煙煙煙。何これ？おーい。この上だろどうせ。俺いなくね？バカだ、あいつバカだ、あいつバカだ。え、でも絶対この辺じゃん、絶対この辺じゃん。バカだ。は？バカがおるぞ、バカが。どこにいんの、どこにいんの。え、見えてる、ここも。見えてるよ。ここは見えない。全然見えてる。ひなこは見えてない。私は見えてない。あいつバカな、間抜けなやつだな。高いとこ登ってみようかな。目あっただろ、なんならカメラ映ってんじゃね。あ、わかった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 。いないわ。何今、木の裏にいるとでも思った？思ってないよ、別に。いや、今、木の裏行ったじゃん。あ、待って、いた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 、サンドいた。ここにいたのか、お前。ね、こいつ、ずっとぐるぐるブルトーザーの周り回ってる。ブルトーザーブルトーザー、あれ、なんて言うの、あれ。ブルドーザーでしょ。やば、こいつ、ブルトーザーってか、やば。びっくりなんだけど、お前。ひなこさ、どこに行ったか俺も知らないんだよね。見え、あ、見えた。ここ見えるんでしょ。ね、サンドが見えた。サンドが見えてるのか。あ、なんか最初のところで見えたって言ってたからこっちの方か。これは？あ、見えてる。え、マジでどこ？普通うまくね？見えてるよ。こいつうまくね？痛い。なんかずっとオートエイム、オートエイムで表示合わせてたから。おお、なんか何なんか痛い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 。あ、俺も見つけたわ。俺も見つけたわ。もう何も言わない俺。あ、サンド今ここにいるってこと、この辺。あ、電車来てるよ。電車乗れ。あ、電車乗れ。乗れた乗れた、電車乗れた。ここから、あ、こっから、とこ高いから、こっからひなこ見つけられるんじゃね。いや、見えてない。見えてるよ。見えてるって。ちょ、見えてるし。こいつバカなんだけど。やばいよね、ちょっと。やばい、あいつやばい、さっきから。俺見つけるときもやばかった。え、この外出た？見えてる、見えてる、見えてる。外出てないよ。こっち？そっちで、そっちいないって言われた。ほんま行くんだけど。マジで近い、マジで近いよ、ほんとに。あ、痛い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 。なんでわかんねえ。え、これなんか黒と黒だからマジ見つかんなかったんだけど。プッチが寝そべってる真下でこうやって私、ここに寝そべってたの、プッチ。あー、そっかそっか、俺の真下にいたのか、お前。あ、近いってたの。さあ、タイムは？タイムは5分38秒でございます。おいということで、ね、次の鬼はお前だ。俺かー。はいよ、じゃあ隠れてくるわ。結構隠れるところ多そうだね。うるさ、なんかさ、プチの声聞こえなかったんだけど。ヒロの人のため息。ため息の音量でかすぎやろ、お前。俺も見つけたんだけど。え、ほんとに？え、多分ほんとにすごいとこ見つけたよ。あなたすごいね。棒読み、めっちゃ棒読み。よーい、スタート。見えたえ、ちょっと俺が、あ、船、ね、見つけた。プッチ見つけた。え、俺先いた。こんにちは。あなたは最速じゃないですかね、今回。いやいやいや、手加減できたってことだよ、これ。ジャインプッチ見つけるのに何秒だったの？12秒。え、俺が最初の俺より早かったんじゃない、もしかして。じゃあ、ひなこちゃん探そうっと。どこにいるのかな。どうせ道の真ん中に立ってるとかない？いや、一応伏せてる。道の真ん中で伏せてる。一番むずくね、それなんか、逆に。え、真ん中じゃないかも。結構頑張って、あそこに行った人よりか、全然。全然。結構隠れてる気がする。さっきのところ見えてたの？うん、見えてた。おお、逆光だな、ずいぶん。どこ？見えた、見えた、見えた。ここいる？いる、見えてる。ん？あれか？あ、見つけた。見つけた。プッチー、プッチー今超近かったよ、私。マジ？プッチーは見つけた？ひなこの。まだ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 。じゃあ、じゃあ、プッチー探しなよ。ひなこのこと。あ、見つかった。え？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 
あー、いた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 。嘘だろ、お前。嘘でしょ。今、ひなこが見つけたって言わなかったら、俺マジで気づいてなかった。おー、もうじゃあ自分でポケット掘っちゃったじゃん。やば、お前、そのスキン強くね？でしょ？え、全然わかんないもん。だって私ちゃんと隠れてない。え、ちょっとひなこ、ちょっとここに嘘伏せてみて、一回。あれ？あれ？ひなこどこ行った？おー、いた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 。全然気づかんかったよ。プッチが多分一番見つけやすいよ。黄色いもんね、だって蛍光色だもんね。ちょっと今後これでやっていきます。ガチでやるじゃん、それ絶対。あ、ひどい。なんでこれやらー。ちなみにタイム何秒、ちなみにタイム何秒だったの。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、携帯ちょっと。はぁ、お前ふざけんな。ちょ待って、もし待ってね。携帯見つかんなくなっちゃったんだよね。あった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 。え、タイムが6分12秒。絶対一番早い。